皆さんこんにちは、カトレアです。今回はルフレを使ってビップマッチをしていきます。ちょっと待って、ビップ戦でデイジーに当たる機会も少ないのですが、しっかりと大火力コンボ決めてくる方も少なく、開始10秒で焦りが生まれました。最低空浮遊から空 N を最速で振り、最速キャッチをする、慣れるまで難しいコンボの一つだと思うので、練習を積み重ねた努力の賜物です。ビップの上の方に来ると大火力コンボを平然と決めるデイジーに合いそうなので、経験値として蓄えさせていただきます。約3倍近くのダメージ差になっているので、少し丁寧に行く必要がありそうです。コンボを見ているので、ストック有利で最終ストックに持っていきたいので、できるだけ相手の癖や行動パターンの、ここでバーストされてしまったのは精神的にも良くないです。情報を仕入れさせてもらえなかったので、どうにかして気持ちをリセットし対戦をしていきます。下強から空上落としのコンボみたいです。私は初めて見ましたが、なんとか抜け出せて助かりました。私もコンボ開拓を進めていかないといけないですね。ここでようやくバースト 50% なら問題ないですね。これで 100% まで貯められていたら、精神安定剤が必要になっていたと思います。株出しにリスクをつけたいですね。シワッチャの顔した株が出ないことを祈りつつ、株をもらえれば嬉しい限りです。空前った買い当ての美味しい展開から、ごまかしのターン継続成功です。ダメージ量もほぼ五分なので、先にストックを取りたいところです。起動回避が少し早く出てしまい、崖に掴まれず被弾してしまいました。株を出していたので圧力に負けてしまいましたね。株の威力はピーチを使っている時に実感しているので、反射的に動いてしまったような気もしています。ギガファイアーチャッチを狩られてしまい不利展開です。株を上に投げる、素晴らしいタクでしたが、ニュートラル回避でなんとかかわし、ターン継続されずに済みました。今度は下スマでチャッチ狩りに成功です。お互い、有利展開をものにできていない状況なので助かっています。どちらも撃墜パーセントになっているので攻め時を見失っているように感じます。空後本当て、空前を再警戒して、リーチの長さを使って撃墜したいですね。何のために武器を所持しているかわからない状況に陥っているので、読み合いを仕掛けるようにしていきたいです。空砲出される前に空前を当ててバースト。なんとかストック有利を手に入れることができました。しかし、パーセントも溜まっているので、リザイアを一度当てて回復したいですね。あと隙が無限大なので、使いどころをしっかりと見極めていきましょう。ガード解除読みはできないです。ガード解除を読めていれば2連ギガファイヤーから空上でバーストできていたので、もっと読みを深くしていきたいですね。ジャンプ打ち回避読みに下スマを当てて有利展開です。回避上がりが多かったので誘導します。見事誘導に成功しバースト。対戦ありがとうございました。あなたの関心になります。続いて2戦目は、ベレト。対戦よろしくお願いします。固い立ち回りで有名なベレトなので、2戦目も長くなりそうです。集中力を最大7分持たせることが難しいので、何か方法があればコメント欄で教えてください。下スマを当てて一気にダメージを取ります。あとはエルサンダースナイプを決めれればバーストするはずなので、クッキクシ展開に持っていきたいですね。安定のクー N から下投げ空前のコンボです。クー N を最終段だけジャスがしたいのですが、なかなかタイミングがつかめず苦労しています。落ち着いていますね。大体の方であれば、焦りから何か行動を起こしてくれるのですが、何も行動をしてくれなかったです。非常に落ち着いてるようなので、私も落ち着いて対戦できるように精進します。最初だけ好調で、それ以降ダメージを与えられていないのですが、どうすればいいですか？
立ち回りが硬いと焦ってしまうことが多々あるので、今回の対戦で主要しろ、という運営側から試練を与えられているような気がします。この判断の速さを見習いたいですね。多分読まれていたと思いますが、素早く的確な判断ができるようにすれば勝率も安定してくると思います。割れたのは嬉しいのですが、何をするべきなのか決めておらず、安すぎるリザイアという選択肢に至りました。今考えると、ギガファイヤーからリザイアや別のコンボから火力を取れたような気がします。こんな時に素早く判断ができるだけで、今後の展開が変わってくると思います。この一手で負けてしまうこともあるので、技の引き出しを増やしておきたいですね。ギガサンダーから復帰阻止展開になりましたが、早出し上 D 読みで空前を置いたのですが失敗してしまいました。ニュートラル回避の選択、とても素晴らしいですね。今度は逆の復帰阻止展開です。弓をちらつかせてジャンプを誘っていました。弓を打たれていても被弾はしなかったので問題ありませんが、誘導されているような気がして怖いですね。崖狩り展開です。ジャンプしたくなるように誘導しつつ空前を当てることに成功です。バーストして欲しかったのですがしなかったのでシステム改善を依頼します。暴れのタクを入れていなかったミスです。じゃんけんに負けてしまった形なので仕方ないことにしておきます。タイミング完璧にギガファイヤーで力トロンでバースト。そのバーガリのタクが少なかったので頃合いだったと思います。運でも噛み合った時は最高ですね。弓を使うことが多かったので少し警戒です。ラインを消してしまえば問題ないので、ライン管理意識です。ギガファイヤーが守ってくれると思ったのですが間に合いませんでした。バーストされなかったのは、空前でバーストしなかった分でしょうか？ほかほか固定のほぼ最大まで溜まったので、撃墜チャンスを見逃したくないですね。最速ギガファイヤー上りから、無念ギガファイヤーにつなぐ、上スマでバースト。対戦ありがとうございました。頭、あなたの配信になります。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。